僕は少し前まで小さじのことを小さじと呼んでた。さらに裏穴のことまで水と穴と呼んでたよ。にゃー、可愛くないですか？全然可愛くないんだよ。子供だったらまだ可愛いって思えるかもしんない、そんな感じの読み間違いは。でもいい大人がそんな読み間違いしたらただ恥ずかしいだけなんだって。いや、僕だけじゃないはず。この動画を見てる方の中でも一人ぐらいは同じ間違いしてる方いるんじゃないのか。出てこい、出てくるんで、出てこいか。はい、それじゃあ本編入っていくよ。どうも、漢字読めなキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ブロックトラックケイバンスということで、壊れた洞窟のコースということでしょうか。で、この制作者さんね、ツイッターでバグを結構投稿してんのよ。そのバグがちょっと異常すぎて面白いんだよね。だから今回このコースにも何かしらのバグがあることを期待してやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.45%。僕ね、日本一耳クソが多い人間だと思ってる。いきなり何の話してんだよって話だよな。食事中の方すいません。でも本当にそんくらいぐらい多くて、多分僕より多い日本人の方いないと思う。そして左のコイン怪しすぎる。隠しブロックあるんじゃないのか。分かってる分かってる。こんくらいのパックになったら全然避けれるよ。で、この下の意味は何だろうな。特に意味はない。で、もう一回隠しブロックあるんじゃないの。やっぱりあるね。そしてこの上はオートスクロールが発動してる。ある。あ、これもう引っかかった感じ。いや、でもさ、これ P スイッチ待っておけばいいんじゃないの。そしたらこのドアに入れるみたいな。全然余裕だね。このコースヌルヌルのヌルゲーなんじゃないの。じゃあここは開幕バグオヤジ来た来た来た。待ってたよこういうの。すげえ楽しはたやばいね。今2階罠に引っかかってると思うけど、その2階ともバグだよ。ってことは今日のトロールコース、めちゃくちゃバグが多いコースなんじゃないんでしょうか。すげえ楽しみだな。上のブロックは何もない。じゃあ一旦石エイジを避けておこうか。で、あの靴を手に入れる必要があんのかな。多分矢印の通り下に行けると思うんだけど。あ、この靴は普通取らせてくれんのね。で、靴に乗って先には進めないか。じゃあこの靴を捨てて下に行ってみよう。で、このリンクを取ってオンオフはできないと。じゃあ爆弾しかないんじゃない。で、この爆弾、あ、そのトゲゾーンいるんじゃないの。いやー、神コースの予感がプンプンするね。ガゼンテンションが上がってきたよ。じゃあここのリンクを取って爆弾を投げた瞬間すぐ左行ってみようか。待って待って、リンク、いやギリギリ。さあ、トゲゾーンが無事取れたところで、またバグとか来るんだろうな。バグ使ってたら何でもありになっちゃうもんな。じゃあこの土管にすぐに入っていこうか。走って入っていく、これでいいんじゃない。あーあー、やっちまったな。さあ、ここを叩いた瞬間に P スイッチが発動する仕掛けって何。いや、マジでわかんないよな。そしてこの土管に入っていけっていう感じが。土管に入れませんね。なんで楽しいんだ今日のトロールコースは。ワクワクしかしねえな。じゃあここで隠しブロックを叩いて P スイッチを発動させるでしょ。で、ここで土管に、あ、土管入れねえな。で、このドア戻ってもダメでしょ。やっぱ上に行くしかないと思うんだけど、この上になんかあるみたいだ。いや、なんもないよな。あ、あったあったあった。なるほどね、ここに行けばいいのか。もう上は何もない、何もないみたいだ。あるね。上から砲台が落ちてきたってことは、ここは右ダッシュして土管にある。オッケーオッケー。まあ見ててくれよみんな、こっから僕の本気っていうものをね。あっちだ。え、ここピッコインコースなの。なるほどね、4つも楽しませてくれるとルート、なかなか面白いことをしてくれるじゃないの。じゃあ一番上から、さこは引っ込んでろ。なかなか面白いことをしてくれるじゃないの、制作者さんよ。こういうシンプルなのもたまにはいいで。あ、一番上の土管入れないわ。一番下の土管入れるんかな。あ、入れたね。じゃあこっちから行こう。下からジョンジョンに攻めようか。そして左にはパウ、そして右には USA。 USA 取ってみようか。アイテムに釣られる男なんですよ。普通取れたね。そしてこの上に行けないんだけど。え、なんで。あ、見て見て、左にも行け。頼む、左に。あー、これさ、 USA いると思うんだよな。パックの下に雲があるじゃん。だからあの雲を抜かなきゃいけないと思うから、ここで USA だったら、あ、オッケー、これでよかったのか。そしてここで雲を抜いていく。あ、ここでも USA 出してくれるんだな。じゃあ普通に行ってもよかったのか。そしてここは抜いていいのかい。ここで抜く。なんだそれは。みんなごめん、先に謝っとくわ。このコースね、僕がただただ笑い転がってるような動画になるかもしんない。本当につま
こなんだよ、なんかこういうバグって。左から抜けってこと？オッケーオッケー。ダメじゃねえか。ならどうすりゃいいんだ。右の雲を抜いたらいけないっていうことが分かってる。じゃあ左の雲を抜くしかないんだけど、よく見ろ。抜いた後よく見た。あーなるほどね、メットに乗ってたっていうことか。そしてこのパワーブロックを持って、これは普通に入れるよな。うん、特に何もない。オッケーオッケー。じゃあ次の場面に進みますか。そしてここはパックに当たって、うん、右下いけないよ。うん、USA キノコを持ってきたらダメって書いてるね。先に今かー。パンを持ったまんまパックに当たればいいのか。そんで土管に入る。これでチビになれるでしょ。でこのチビの先すげー気になってたのが、このキノコを取れるんじゃないの。実はここ叩くと取れるみたいな。全然見えな魚。見えな魚ってなんだ。まずこの隠しブロックを叩いていいのかすらも分かってないんだよな。一旦叩いて逃げようか。そうしてあの魚を泳がせておく。お前は一生見えない場所を泳いでの魚よ。そしてこのハテナブロックは、あ、ここでピンスイッチを踏ませてくれるっていうわけで、さあチビになっていこう。このクッパクランは怪しい。右のツタに捕まっていいのかい。うん、蝶のモノマネでもしようかな。ふざけるな。お前ほどふざけてマリオメーカーをやってる実況者はなかなかいないぞ。だがそれがお前の持ち味だ。大事にしろよ、そのアイデンティティをな。こうやってプラス思考が生まれていくんだろうな。じゃあここはスネを、あ、なんか今日スネを信用していい感じだろ。え、なんかここ浮いてる。たまにあるよなこういうの。そしてね、左に、あ、ここバーがあるのか。ってことはここは普通に行かせてくれるのかよ。オッケーオッケー。これでもう終わりなんじゃない。そして中間ポイントがあったね。でこれはキノコワンナップワンナップで、ここで中間ポイントもらえたから、多分さっきの場所に戻れると思います。さあ戻ろうぜマリ。どうせバッタバブルにやられるんだろう。あ、バブル来ないね。そして次はこのドアに行ってみる。いや、あと2個しかないのか。まだまだ楽しみたい気持ちもあるんだけど、このクッパクラン。なんだその顔。いや腹立つな。やってやったぜみたいな顔してさ、あのクッパクラン。じゃあこの日が終わった後にこのちくわに乗ってこのクッパクラウンに乗る。なら、ここはちくわブロックを落とした瞬間にすぐ一番左に行く。これで桜がかわせる。さあ共に行こうではないか、クッパクラウンよ。うん、共に行けませんね。なんかブロックがあるよここに。なんでさ、ブロックがあるのにクッパクラウン設置できるんだよって話だよな。じゃあ無視して上に行く。やめろやめろそういうことは。何の意味もないんだから。もう一回行かせてくれるんで、なんかこの隠しブロックあるよ。左はこのデカキノコを取れっていうことね。デカキノコ様。クッパクラウンってさ、言うのめんどくさくない？だから今度から略してクッパクラで行こうかなと思ってます。だから今度から僕がさ、クッパクラって言ったらクッパクラウンのことだとそう思っておいてください。なんか左下ボム兵やんな。どっちだ？え、右左どっちだ？なんもないのか。このボム兵はダメだって。絶対見ちゃうよな、あそこになんかあるんじゃねえかなみたいな。でこれはチビになっていくのかな、どうなんだろう。うわどうしよう、チビになっていく。あのパックに当たりそうな気がするんだけど、落ちたらさ、ブラックパック左に行くんじゃない。だからこれで合ってる、頼む。IQ2088 だね。そしてここは音符ブロックを叩いて、なるほどね、僕はいけないと思っているのか。この2マスの隙間ぐらい、一発マリオメージを舐めるな。ここのね、ブラパの罠を回避したのはマジで褒めてほしいね。じゃあジャンプするふりをして上からツタを出す。そしてこのツタに捕まって左に行けばいいっていうことね。うわどうしよう、上を進化する。僕がここで上を進化。絶対隠しブロックがある。なんだ、何が出てる、なんもないの。え、やっさ、しくねえじゃねえか。トゲゾウが早すぎるんだって、どのタイミング。ナイス。でこっからどう行けばいいんだ。あ、もしかしてさ、あのトゲゾウかぶらなきゃいけなかったんじゃない。いや、あのスピードでかぶるの至難の技だろ。みんな一発で僕があのトゲゾウをかぶれると思う？かぶらないと思うね。楽勝やん。結構簡単にやれたわ。そしてここまたブラパ左に移動するんだろう。分かってる分かってる。じゃあ一旦右を進化してみよう。なんだこのハテナブロック。頼む、何か救世主が出てきて。かわいいから許す。左を進化で問題ない、それでかわそう。そしてここは、うわ右ダッシュしていいのかな。いや絶対落ちてくるよねあれ。いやもうバグだらけだから、もう右ダッシュするしかないんだ、頼む。もうふざけるな。こっから普通にゆっくり行ってみようか。ゆっくり行ったら、あ、オッケーオッケー、これでパフ発動して土管に入れるっていう感じで、多分
分これでここの場面は終わりと思うんだけど。 OK。 いや寂しいですね、これで終わると思うと。じゃあ次の場所に行こうか。はい、それじゃあラストのドアだね。最速が1分だったからさ、もうちょっと早く終わるかなって思ってたんだけど、意外とやりごたえあってめっちゃ楽しいわ。そしてここはスターを手に入れろっていうことかい。普通に取らせてくれんのかい。 OK OK、 普通に取らせてくれたね。なに今の。いやこれ実は下が正解。そうなんだろう。どうしろって言うんだい、こっから。ねえ、誰か助けて。深く考えすぎるな、ピオキング。ここは普通にスターを取って、あの針地帯を抜ければいいだけなのさ。さあ行こうじゃないか、マリー。ここから、はい。おい、なんだよこれ。バグりすぎだろそれは。今の面白くない？ちょっともう一回見ていいかな。どういう原理でああなってんの。なんか今度は違う場所じゃねえか。え、なになにこれ、本当にバグりすぎてる。え、しかもなんかやられないし。なんでなんで。ちょっと待って、これさ、もうガバ発見どころじゃねえよ。ナイス救世主。ここさ、サムネでもいいレベルじゃない。そんくらいがインパクト強いよ、ここ。サムネにしようかな。いや、僕いつも一発マリオサムネにしてると思うんだけど、これは右ダッシュしてかわしていく。これでいいんじゃないの。うん、ちょっと下に行って、まるまる邪魔するんだって、まるまる。ここはどうすればいいかまだ全然分かってないぞ。下に行ったらダメっていうのは分かって、あ、ここ上隠しブロックがあったのか。そしてこのデガキノコを取ってブロックを壊して進んでいこう。そしてこのブラパはどうしようか。一旦右に行ってみようか、多分当たってもいいと思う。やられないか。じゃあこの靴を取って右に進め。いや、まだワンチャンあるよ。これさ、鍵でいいでしょ。これ左に全然いけるんじゃない。いけ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 。いや、しゃがんだらいける。こっからしゃがみジャンプ。オーケー。でも右下も気になるよな。ちょっと行ってみようか。で、危なそうだったら靴捨てるね。捨てるのが遅いんだよ。わざわざパックに当たる必要がないから、ここで普通に踏んでってはダメでした。じゃあ当たる必要があるのか。当たってこのクリーボーを踏んで、このドアにある靴を履いたままだったら無理だよな。ということで、この鍵扉なんてもう終わりなのかい。あ、やめろ。ならこのドアに入ってブロックが来た瞬間にジャンプしようか。多分それでいいと思う。ブロックないで。え、なんでさっきあったんだろう。さっきブロック潰されたよな。さっきと今の違い全然わかんねえんだけど。そこのオープンブロック踏んでいいのか、一旦踏んでみようか。そしてこのフラワーを取る。オッケー、ナイス。うますぎ。じゃあこの上行ったら何かあったんだろうな。多分やられるだけとは思うんだけど。ああ、そういう感じだね。じゃああそこは無視してこっちに行こうか。で、キノコはダメって書いてるね。あ、ここでチビになって進めっていうことなんじゃない。うわ、もうすぐ終わりっぽいな。寂しいぜ。じゃあここ上行って、なんか嫌な音楽が流れてますけど大丈夫かい。ヒント、え、ここ C 探求みたいな、もしかして。いや違う。あ、はいはいはい、なるほどね。あのデガキノコが出てきた丸々のところに何かあるっちゅう言葉。ここだ、ここ以外にないぞマリー。さあ行こうか。うん、バブル。え、あのバブルが出てきてどういうことなんだろうな。この下のデガキノコを取っていけってこと。これでなんか変わってるみたいな。え、そんなことある。いやでもさ、王が変わってるってことは絶対ここから先罠が変わってるような気がする。どうなる、次はこいつのブロックを壊していく。さあここのフラワー取っていいのか。あ、フラワー今度は普通に出してくれんだろ。そしてここは溶かして、さっきと一緒なんかな。それだったらあの土管に何事もなく入れると思う。さあ行かしてくれ。バレー。そんなピンポイントで入る。このバネは上手かった。こんなピンポイントで入るやつも入るやつだけどな。じゃあここはチビになって、このバネを越えて、この土管、この土管普通入らせてくれると思うんだよな。さあこれで終わりだね。さあここで中間ポイントを取って、ラストの扉まで行こうか。これでもう終わりなのかい。なんか今日少し短かったような気もするけど、楽しかったからかな。さあラストの鍵ドア入っていきましょう。もうゴールはあるんじゃないのか。うわ、右、あ、危ねえ。絶対このブランコさ、左にあるやつでしょ。だから右で間違いない。こっちでいいと思う。何が来てもいいようにバネで跳ね返しておこう。バネじゃない、盾ね。で、これは、これどうやって倒すんだろうな。え、一旦さ、ここ壊してみる。絶対何もなんないよな。このブランコどうやって倒すんだろうね。よっしゃ、鍵手に入れれた、よかった。それだけが不安だったんだよな。また集め直しだったらどうしようみたいな。で、ここは一旦爆弾出さないで弾き返す。あ、ここにパウがあったのか。え、さっきなかったよね。
さっきブロックだったような気がするんだけど、一旦やられないけみたいな、そういうシステム。さあもうゴール見ていいよ、俺や神様。あ、まだある感じなんだね、ここがラスト。もう何すんだよこれだけか。いやまだいけるよ、僕はまだチャンス。いやいや全然全然全然良くないよ。まさかのですよ、この扉に入ってまだまだ続いてるとはね。でも僕にとっちゃそんなのご褒美ですよ、この先にもどんどん進んでいこうじゃん。なんか進んでそこにゴールがあるのかっていうことは、今弾き返したらいけなかったんだろうな。これいけない、いけないよ。皆さんお待たせしました、長かった決着もこれで終わりだね。うわー、すご、最後なんか来そうだな、隠しブロックとかあるんじゃないの、一旦ゆっくりで。おほほほほほほ、分かってんだよそんくらい、やったー最高に面白かったね今日のトロールコース、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ザ一発マリオ10ということで、サムネを見る感じ靴を履いたクリボーがたくさんいるんだけど、ゴール条件がないんだよね。だから単純に上から行くか下から行くかのどっちかだと思うんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.93%、多分ね僕は上から行くと予想してるんだけど、あのクリボーって端っこギリギリで踏めたような気がするんだよな。一旦さ端っこギリギリで踏めないか試してみていい？おいおいまあでも踏めたね端っこで、だから端っこで一体でも踏むことができれば簡単に上から行くことができるんだけど、その端っこ踏むのがめっちゃ難しいのよ。一旦下から行ってみる、下からこういう風に行って、あ、これ結構集中してくんだ。いや面白いねこれ、動画的にはね下から行った方が面白いかもしんない。でこっから左に逃げてみようか、で次はどこ来るでこれさえ変わってれば右にダッシュでいけると思う。そんなに難しくなかったな。クリア率が 0.93% だからね、結構ビビってた。だからここで右ダッシュ、これさ僕思ったんだけど、一旦真ん中行くじゃん、でこの右行けそうじゃなかった結構簡単だったわ。でもすごい面白い考えの一発マリオでしたね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。